やばい。やばいやばい。おい。鏡が急に動いた。やだ、最初男子トイレと間違えちゃったわ。あらま、そんなとこから出勤するの？いってらっしゃい。あらやだ、小じわが少し増えているわ。シミも少し出てきちゃって。まあでもこれも、化粧をすれば全部隠すことができるから、長い時間化粧しなきゃだな。あー、そうだ。今日子供を幼稚園に送り行かなきゃいけないから、あんまり時間かけれないんだった。でも、まあいっか。幼稚園のバスは行っちゃったけど、子供と一緒に走って送り届ければ大丈夫かな。ちょっと厚化粧するから待っててね。わっせ、わっせ。急いで、子供。わっせ、わっせ。早くー。もしもし、あなた？会社から電話なんてどうしたの？あら、忘れ物。しょうがない、今から届けるわ。もう、お母ちゃんも忙しいんだから。こんなとこまで呼び出して。はい、忘れ物。ふふふふ。先生、僕たち野球部一同は日頃の練習の成果を十分に発揮し、煽らず正々堂々戦い抜くことを誓います。よろしくお願いします。間違った。一、一、一、二、それ。一、一、一、二、それ。一、一、
1、2、それ。1、1、1、2、それ。ひよくんキャッチボール泣いていなくね？かわいそう、なんか。集合！よろしくお願いします。全然当たんない。弾全然当たんない。危ない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 な。すごい、ひりおくん今横に打ったぞ。どこ打ってんの、どこ打ってんの、どこ打ってんの、ひりおくん。ひりおくん、ひりおくん、サッカーみたいな格好してる。すげえ、スパイクも履いてる。すげえ、野球の時はサッカーにハマったのか。みんな運動着って感じだね。あ、でも、サッカーいた、サッカーいたぞ、ここに。しかもヘアバンダナつけてる。ヤットさんみたいになってる。ちょっとゴールを決めたんよ。一応。ここをゴールにしたんだけど、キーパーをここに立ってもらって、そうそう、ヒリオくんみたいにキーパー立ってもらって、取られないようにゴールをすると。結構遠いけど、まあ難しいから、キーパーの方が絶対難しいから、ここでやってみようかなと思います。で、ちょっとあそことゴールに向かって、俺まず投げてみるね。いくよ。うい！キーパー取った？届かない！届かない！キーパー強いぞ。おお、すげえ、取った！取った！ヘディングしてた今。神キーパーいる。神キーパーいるぞ、あそこに。すげえ。キーパー最強だ。おおファインセーブ、スーパーセーブしてた、今。おお、どれも投げてみる、次。ふっ、あー、ダメかダメか。最近、ワールドカップを日本代表が通過したみたいだから、サッカーをしようかなと思って。ただ、みんな投げてるからハンドボールみたいになっちゃってるけど、まあ、サッカーということで、やってみたのですが、キーパーがめちゃくちゃ上手いから、これは、難しい。キーパーが上手すぎる。キーパー何でも取るし、ゴールの中入っても取るんだよね。あ、入った！入った！入った！今入った！今入った！
どれが入れた？あ、サッカースタイル入れた。やっとさ、やっとさ入れたわ。ビオ君が感服してるよ。うまいって言ってる。うまい。日本、ちゃちゃちゃ。日本、ちゃちゃちゃ。よし、ちょ、キーパーやります。うい。難しいかも。うわー、危ない。めちゃくちゃいいシュート。よし、よし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 。さあ、来い。来い。取ってやる。届いてない、ヒリオくん。ヒリオくん届い。2球持ってたよ。あ、やっとさんうまい。やっとさんうまいな。コロコロキックじゃないけど。やっとさんうまいな。意外と楽しい。おい、取った。ちょ、強いね。クリロナがいる。めちゃくちゃ球飛んでくるんだけど。うわー、うまい。それうまい。やだ、クリロナ。違う、クリロナ、やばい。そんな、キック打つ人見たことないわ、サッカーで。日本、勝つぞー。おーい、ヒレコ遅い。ヒレコ遅れて走ってった。